込み1セブンイレブン2019年投稿オーナーですがとにかくアルバイトの確保に苦労した自分で8時から20時まで働いた後22時からのアルバイトの欠勤の穴埋めで急遽6時までシフト入りそのまま2時間後の8時から20時まで働くこともあった1日22時間の仕事とかが何回もあり極限状態人手不足で24時間営業はもう限界 もう限界と営業時間短縮を実施したところ本部から1700万円の違約金請求とフランチャイズ解除通知を受けましたお疲れ様です社畜ジャパンです今日はコンビニフランチャイズオーナーの失敗した理由に関する現場の口コミを紹介します口コミ2ローソン2022年投稿オーナー元夫妻です長時間労働を強いられていました また、自分で土地を用意しても、荒利益に対して36%から69%のチャージが必要で追い詰められていました。ただ、主人が倒れた時だけは、莫大な金額の保険金がおりました。SNS が過剰反応するので、あまり詳しくは書けませんが、オーナーになるのは絶対にお勧めできません。せめて、パートやアルバイトくらいの方がいいでしょう。口コミ32017年投稿、ファミリーマート。 開業当初は、1日当たりの日販が30万円程度で、ファミマの既存店平均の50万円強にはほど遠く赤字。従業員も5、6人しか集まらず、大学生だった長男と午後8時頃から翌朝の午前9時頃まで働いていた。日中は妻が店頭に立ち、オーナーである私は帰宅する時間もなく、原に乗用車を止めて仮眠を取っていた。開店直前、本部の店舗開発担当の社員は、責任を持って従業員を集めると明言していました。 近隣でビラをまいて従業員を募集するとも言っていましたが、実際にはまいてくれず、店舗応援も3日で終わった。口コミ4。セブンイレブン2023年投稿。以前自分がバイトで働いていたセブンのオーナーは、第2号店を始めるなど、順調そうに見えた。バイトの数も揃っていて、オーナーが現場に出てくることもなく、見た目じゃ判断しにくいけど、過労って感じはなかった。結局、バイト経験もなしに、オーナーになる人は無謀なだけ。 一番辛い深夜時間帯と休んだバイトのシフト穴埋め要因として一度バイトで経験する。いきなり何もかも始めるのは経験ゼロで飲食店を開くようなものですよね。口コミ5セブンイレブン2023年投稿後輩にセブン経営一家だったやつがいた。ただ会うたびに性格が悪くなっていって人間としての魅力がなくなっていったな。飯は毎日セブンの廃棄で顔色は悪かったしコンビニ飯じゃない普通の差し入れを持っていったら嬉しそうにしていたな。 性格ゴミになりすぎて疎遠になったけどね、やっぱりコンビニ飯ってダメだと思うわ、健康に長生きしたいなら食うもんじゃない。口コミ6不明、2021年登校、病気を患ってしまいました、無理な仕事状態がたたったとしか思えません。家族には申し訳なく思っています。ルール上は2名以上と契約書には明記されています。ただ、上が目をつぶって1人体制でやっているところが多いのが現状ではないでしょうか。 なんとか手元に200万円は残りましたので、何か仕事を探さなければと考えています。口コミ72022年投稿ローソン。オーナーは奴隷、利益も出ないし、人手も足りず、見通しが完全に甘かった。私は月400時間労働で、時間外200時間超。妻は月250時間労働ですべて夜勤。オープンして6年経ったが、1日も休めず。 うつ病になり診断書をもらって、もう辞めると会社に伝えたら、医薬金180万円を払え、との回答。オーナーになって収入が増えるどころか、時給は769円なので、貯金を取り崩し、医薬金すら支払えない。契約期間は残り4年。地獄はまだ続く。口コミ8。セブンイレブン2023年投稿。店舗を休みにすることができない地獄の契約、医薬金。呪いの契約だ。 コンビニオーナーは独立したいけど言われたことしかできない、社畜適性が高すぎる人向けの職。そしてコンビニは利用するところでやって働くところじゃない。稼げる能力って言うけど、反則もイベントも本部が決めてそのまま降りてくるだけ。オーナー個人の能力で差別化する部分は少ないし、立地が良くてもドミナント戦略による共食いで死ぬ。口コミ、Q。2022年投稿、ローソン。私の店舗のオーナーは365日働いていました。 奥さんが8時から20時、オーナーが20時から8時のルーティーン。ストレスが溜まっているのか、ウォークインの中で、うわーって叫んでいましたね。オーナーが体調を崩し、亡くなって、お店は潰れました。コンビニのオーナーには絶対になってはいけません。ボロボロになるだけですね。口コミ10。セブンイレブン2023年投稿。それこそ20年以上前から、セブンイレブン出店の契約は、地主で豊富に土地を持っている。さらに、資金潤沢でなければ、絶対にやるな。 と地主の友人が言ってましたよ余剰になった土地を売って得た金で違約金を払いオーナー業から解放されることもできるそうではない大企業をリストラされた課長連中が勘違いして自分の城を持とうとすると文字通り死にます4章5冊4000万円までの借金は OK5000、OK、万円からは自殺するからダメって意味をよく考えてほしい口コミ112017年投稿ファミリーマート無知な私が悪いのですが開発担当社員には本当に腹が立ちます 初心者でもできますよう、根節丁寧に指導しますと、開店まではいいことばかり言っていました。ただ、開店後はスーパーバイザーが勝手に無断発注を連発。さらに交代した後のスーパーバイザーも無断発注を継続。スーパーバイザーの上司に相談したもののもみ消されて、うやむやにしようとする。はっきり言って詐欺行為そのものだし、刑事告訴します。口コミ12、セブンイレブン2023年投稿、一般の会社は入ってみないとわからないけれど。 セブンに限らずファミマやローソンなどはいくらでもお試しで入れる。そこで働いて実用を知ればとても脱サラしてまでやるものではないとわかると思う。副業でセブンバイトをしているけどそこで現役のオーナーの話を聞いてゾッとしている。バイトはいいけど間違っても経営するものじゃない。星の数ほどいるオーナーたちのリサーチ不足だと思う。脱サラして何千万もの借金をして。厳しいけど自業自得。口コミ13。 セブンイレブン2023年投稿、とある店舗のオーナー、土地選びや最重要です。立地だけではなく、近隣の施設、競合、治安や有効求人倍率など、調査をした上で出店します。勢いで始めると、運次第にはなりますが、戦略的に始めれば成功します。年収は4桁万円いきますが、金だけを追うと失敗します。どの自営業も同じですが、いかにイメージと現実を近づけるか次第です。見通しが甘いと地獄を見ます。本部のフォローを当てにしてはいけません。 口コミ14ローソン2023年投稿ローソンオーナーをしている友達がいます昔は周りにコンビニがないけれど会社や工場はあり弁当などの売り上げは絶好調深夜も深夜で車での利用者も多く売り上げは絶好調で最近は周りにコンビニが乱立セブンには立ち打ちできず収入は絶好調時代の約5分の1今も辞めることができず細々と頑張っていますちなみに絶好調時代の自家用車は日産シーマ 現在は中古の軽自動車口コミ15ファミリーマート2020年投稿ヒット商品があれば加盟店も希望を持って頑張ってくれますがファニマにはそれがないしかもサークルケイトの投稿で同じエリアにファミマが複数点あるというとむぐい状態も長く続いている経営が苦しい店舗も多く夫婦でスーパーのレジ打ちのバイトでもした方が自由で幸せな生活を送れると言い出すオーナーも多い 希望退職800人の募集に対して応募者が1500人集まるくらい泥船から逃げ出したい人が多い会社。口コミ16セブンイレブン2023年投稿俺の働いていたところだとオーナーを見たことのあるバイトは数人しかいないくらいで全くオーナーは来なかった。そしてそのオーナーは4店舗以上持っていた。もちろんいい車に乗って大きな大きな家を建ててゴルファー並みにゴルフばっかり。 そんな人もいる一方、ハズレリッチに店舗を構えちゃうから、成功できずにハズレになるんだろうね。商売始めて成功する人もいれば、失敗する人もいるってだけの話だと思う。口コミ17。不明2023年投稿。いろんなオーナーを見てきました。初期資金が潤沢にある、イコール本部フィーの少ない契約方式で始められる。そんな人以外は首を突っ込むのはおすすめしないです。そうでもないと、1店舗目の売り上げが悪いと、そこで詰みます。 資金に余裕があり、いい契約方式なら、一店舗目の低日商でも耐えて、地道に利益を貯めて、二店舗目に望みをつなげられます。ギリギリの資金力で、厳しい契約方式で始めてしまうと、低日商店は命を削る思いをしないと、とても耐えられません。本部も複数店を回していない、実績の少ないオーナーには、効率の進展を紹介しづらいですしね。口コミ18 セブンイレブン2023年投稿。99%立地で決まるから、夢も何もあったものじゃないよ。すでに立地の時点で儲かるかどうかの目安は、本部の方でもわかっているんだよね。オーナーがそれを知ることはないだろうけど。あと、フランチャイズは起業でも何でもなくて、サラリーマンに疲れて、考えることもできなくなって行き場を失った人の墓場。辞めたくても辞められない。本部の勝手な発注、生命保険の受取人がセブンという末路が待っている。口コミ、19。 ローソン2023年投稿、本部からはオーナー様と呼ばれる奴隷ですね。私の知っているローソンオーナーは、奥さんが昼シフトして、旦那さんが夜のシフトの24時間体制で10年間休みなし、契約解除できる時期になり、やっと辞められると喜んでいました。夜のシフトは時給が高くて、田舎のローソンだと赤字になってしまうので、ご主人がほぼフルで入っていたんですよ。口コミ20、これで最後です。 セブンイレブン2023年投稿。親戚がセブンのオーナーでしたが自殺しました。親戚が倒れて、その間本部のエリアマネージャーが深夜の時間に入ってお店を回していたそうです。ただ緊急で助けた見返りとして、1日あたり10万円近い人件費と医薬金、計100万円近く請求されたとのこと。その時の商品の発注も普段より明らかに大量にされていたそうです。それらで今年度はほぼただ働きが確定だったから、絶望して自殺したと聞いています。 以上がコンビニフランチャイズオーナーの失敗した理由の現場の口コミでした。皆さんどう思われましたかぜひ感想をコメントで教えてください。はい、本日の動画いかがでしたでしょうか今後も皆さんのお役に立てる動画を配信してまいりますので、ぜひチャンネル登録をして次回の動画をお待ちください。それではまた明日お会いしましょう。では、さようなら。